久保さん、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ。これめっちゃいい僕の好きな言葉なんですけど。まあ今回のテーマはですね、俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外。俺は逃げない、逃げるのはいつも俺以外。はい。これ最近ですね、あの、インスタの、あのフ、フォロワーの、僕をフォローしてくれてる人を精査してたんですよ。 で,で、最近、そのインスタグラムの機能で、あなたとはあまり交流がもうありませんという人が、こう、なんか自動で出てくるようになったんですね。おうこれ便利やなと思って。で、見てみたんですよ。で、すげえ面白かったのが <laughs>、あの、ビジネス系、特にビジネス系ですね。特にビジネス系でインスタグラムで集客をしようとしてアカウントを取って、なんか頑張ってたアカウントいっぱいあって <laughs>。 これ、久保さん、どうなってたと思いますびっくりしたんですけど、もう1、2年投稿されてないっていうね <laughs>。もうほとんど投稿されてなかったですね。びっくりするぐらい、本当にびっくりするぐらい、投稿されてなくて、ほとんどの人が。だもう結局最初だけ頑張って、結局続いてないっていう。だから最,最終投稿がね、1年前みたいなね <laughs>。もう本当いっぱいありましたね。ああ やっぱりそうだよなーっていう。だからもうちょっとカルチャーショックでしたね。カルチャーショックっていうか、ここまでみたいな。<laughs> なんかその、んなんか、さま、あの、なんか、リアルにね、さまざまざまととかあな、なんだ、ちょっと言葉出てこないですけど、まざまざとか、まざまざと見せつけられましたね。更新してないところを。<laughs> 僕、今、フォロワー7500人いるんですよ。あ、フォロ、僕がフォローしてる人が。 で、インスタグラムって自分がフォローできる限界が7500人なんですよ。で、もうフォローできなくなっちゃって、なんでフォローしている人を整理してたんですよ。そうそうそう。だけどね、ちょっとびっくりしましたね。本当にビジネス系のアカウント、9割9分。ってか、100%。<laughs> 久保さん100、100%ですよ <laughs>。100%。<laughs> 僕が見た限り、まあ、もう1年前、だから100人ぐらいね、フォロー解除したんですよ。 一年前投稿してそのまま何も投稿してない人。100人、だから100人見て100人も1年投稿してないんですよ。これやばないですか <laughs> これマジでビビりましたね。100人見て100人更新してないんですよ。これすごくないですかだ7500人僕フォローしてるので多分もっと出てくるでしょうね。7500人分いるわけですから。まあ今後ちょっとまたチェックしますけど。 まあでも、それインスタにもまあ、交流してませんよって出てるわけですから、まあまあ、そのアカウント自体、もほとんどアクティブじゃないっていうところなんでしょうね、出してるところは。いや、でもね、すごくびっくりしましたね。100人中100人 <laughs>。更新してない <laughs>。そう、ブログね、僕ね、毎日更新してて、もう300記事あの突破しましたね、元旦から始めて。 YouTube に関してはね、まあ、日々やってますけどそう、やっぱみんなやっぱやらなくなるっていう、このね、やっぱ現実はね、でも続けてる人しか、なんかそれを見れないというか、やっぱりそうだよねっていうところに関しては、自分も、あ、やっぱり自分も無理なんだっていうところで諦めてたら、多分そこのフレーズにはいけないと思うんですよ。 だ、久保さんとか僕なんかはもう分かりきってて、分かりきってるからできるっていうのもあると思います。みんな本当にやめてくっていうのが分かりきってるんですよ。ほぼ分かりきってるんで、やっとけば勝てるっていう。そう。やっとけば勝てるっていうね。うん。で、情報発信って僕思うんですけどうん、本当にね、久保さんはマージャン店やられてたんであれですけど、 なんか普通のビジネスって、例えばこれ扇風機あるじゃないですかね。これね。これ売るのに、これじゃあ、冬売れますかって話なんですよ。これじゃあ何、何全部、ちあの何、何注文生産ですかって話じゃないですか。これじゃ売れなかったらどうするのって話で、在庫リスクめっちゃあるし。<laughs> 扇風機冬なかなか売れないですよね。うん。これまあ夏買いましたけど、 冬売れないですよ。なかなか扇風機。久保さん、扇風機冬買おうと思いますあんまり思わないですよね。だからそのなじゃあ、その、た半袖た、まあ、洋服、アパレルとかもそうですけど、半袖短パンって、久保さん、冬買おうと思います <laughs> 短パン。短パン。<laughs> この前、外歩いてたら、なんか短パンの人いて、めっちゃ元気だな、みたいな。<laughs> めっちゃこの人元気やな、と思ったんですけど。 だからね、すげえいろいろな、い、ま、ろ、あ、んな側面で見ても、も普通のリアルビジネスに比べて、情報ビジネスっていうのは神なんですよ。うん。で、あと、大事なことっていうのは、本当に続ける。ただそれだけ。まずま、まず基本ベースは続けるっていう、ただ、その重要性というか、そこが大事だなって、僕はすごく思うんですよね。うん。だけど、みんな、そのセンターピンがね、すぐ折れちゃうんですよね。 なんかその、なんかボー、なんか、なんだろうな、ボーリングで言うならば、続けてれば倒せるのに、なんか続けてないから倒せないみたいな、ちょっと今いい事例じゃないな、例え話じゃないな。いや、ほんと勝てますよ。本当に勝てる。 だからブログに関しても僕はあの本当にあの勝てるなと思ってるのでこれ10年毎日書いたらもう 100%10 100年毎日書き続けられる人いないので勝ち、勝ちですね。だからブログセミナー余裕でバンバンできると思います。だって10年毎日書ける人ってほぼいないので。でも1年すらいないわけですよ。1年すらね。うん、だからもう10年続けたらマジでもう上がりだなっていう <laughs>。 もうそれブランディングにしてね、それ武器にして、そのほとんどそのブログやろうって言ってる人も、ほとんどこれ続けられない、じゃあ続けられない理由を記事の、なんだ、ネタがないとかね、ネタがないせいにするんですよ。YouTube とかもそうだと思うんですけど、あんまネタがないとかね。だから、いや、10年書き続けて、じゃあネタをどう量産していくのかっていうね、もうそれだけでもセミナーできますよ。 ネタの量産方法みたいな。無限にネタをね、無限にネタを量産して、無限に書き続けられる方法みたいなね。<laughs> もうそれだけでセミナーできますね。自信があります。<laughs> で、その10年書き続けたっていうブランディングは、ほとんどの人がそこを成し遂げられないので、ほとんど成し遂げられないですね。で、さらに自分も10年書いてるんで、10年分のやっぱスキルアップしてるはずなんですよ。磨かれてると思うんで、ある程度は。 だそうなってくると、まあ、あのー、ね、勝ちだなっていう <laughs>。とにかく勝ちっすね。まあ、何に勝ってるのか分かんないですけど、まあ、とりあえず逃げないってことに勝ってるってことですかね。うん。だからまあ、あのー、これは僕、去年作った格言なのかな。あのー、去年、まあ、ローランドさんっていうのはホストのローランドさんっていうのが出てきて、俺はにあのー、俺か俺以外が っていうフレーズがすごく流行ったんで、その夢は逃げない、逃げるのはいつもは自分だっていうのに、このローランドさんのやつを当てはめたんですけど、僕の中で好きですね。俺は逃げない。俺は絶対逃げないよっていう。でも、逃げるのはいつも俺以外っていう。これ僕好きですね。自分で作ったんですけど、パクリですけど。パクってパクってガッチャンコしてオリジナル作るっていうね。だこれもね、ネタをね、無限に作る方法なんですよ。 A, A, と A と B を、例えば、絵の具。絵の具やったと思うんですけど、小学校の時ね。じゃあ、絵の具、じゃあ、赤と、じゃあ、黄色を混ぜたら、どうすか赤と黄色を混ぜたら、赤と黄色の色ではなくなりますよね。つまり、オリジナルになるわけですよ。ね赤と黄色。これを混ぜると、オリジナルになるんです。 だって赤色じゃないですね、もはや。黄色じゃないですよね。赤と色の絵の具混ぜたら。うん、なんか違う色になりますよね。うん。まあそんな感じで、まあ、いろいろとお話できますよね。<laughs> まあ、億万長者合宿もここまでやってるので、ネタがないってこと、久保さんないですよね <laughs> その。久保さんにまあ、あれじゃないですか。ネタがないっていう人、続けられないっていう人になんかメッセージあれば。 メッセージいただけるといいんじゃないかなと思います。ネタがありませんっていう、話すことがありませんとかね、まあそういう人多いと思いますんで、書くことがありませんとかね、まあそういう、そのくぼ節をね、一ついただけるといいんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。